皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、9月の5日13時8分、iPad で撮影してますので、カメラはこっちなのでこっちの目線合わせてたらですね、ちょっと見てるところ違いますけども、このまま撮影しますね。まずバンプオブチキンの皆さんへ、私からの、いつものルートで送った SD カード高島彩経由なんですけども、楽曲ある程度絞った方がいいんじゃないかというようなことを、私の方から、申し上げまして、で、他の、僕のね、ホームページから、バンブオブチキンさんの動画にアクセスができない曲は結構あるんですよ。で、ちょっとそれもったいないなと思ってますので、それ、つなげれるように、その曲とかね、歌詞について、自分なりの感想とかを、書きたいなと、そう思うんですよね。今僕のホームページ、淡井圭介の履歴で、60番ぐらいから75番の間で、いろんな、バンドマンとかを中心に、いろんな方たちの曲へアクセスできるようにしています。で、そこで、こういうふうなところが良い部分であると、そういうふうな形で、誰か一言何か添えることによって、その曲がいい曲だなってこう気づきやすかったりだとか、受け取りやすかったりする部分あるかと思うんです。で、グレイの皆さんなんですけども、申し訳ないです。ひさしさんが上信にここ数年前来たと思うんですよ。神戸市北区藤原台で、と隣でじいさんとかごちゃ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 絡んできてたから、僕の結婚話もいろんなところで、どこ行ってもいろんなことごちゃごちゃごちゃ、自分たちの方が分かってないくせに、僕がこうなんだよああなんだよって言って教えてるのに、ホームページも全然読まないで、ごちゃ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 言ってくるから、もう毎日やっぱりもう感情的にっていう部分あったんです。今は冷静ですよ。それついつい、久しさん見かけて、久しさんも声かけてくれないから、もうまず交渉決裂だなみたいなことを言っちゃったんですけど、ごめんなさいね、申し訳ないです。グレイの皆さんごめんなさい、本当にごめんなさい。もうあんな環境置かれたら、もう裁判所に出す、もう僕の家の前まで絡みに来るやつめちゃくちゃたくさんいたから、今でもいる。もう本当に夜の12時回って、もう明らかに単車もう明らかにもう分かるから、もうああもう来たっていう、もう ややこしいのはっていう、ひどい時なんかもう夜中2時3時もうそれぐらい十何人でもうこっち心臓バクバク、基本的に心臓の音は危険信号だから、もうあれ相当やばい、もう外出たら多分殺される、本当に、もうギャーギャー言いながら廊下歩いてるやつが、もうここの前まで来てる。で、もう1日ね、多い時春山整骨院込みで絡みに来る人間、200人、本当に平均1年平均で100人、そういう年を10年間ほど過ごしまして、最近でもまだ絡んでくる連中、さっきのねオートバイの件とか言いましたけど、だからちょっとね、こっちも精神的にもうだいぶ、かなり厳しい状況にあったので、僕の事件知れば知るほど、警察官と医療業界を組んでたのは議員側みたいな形になってくると思うんです。その金稼ぎでね、宝塚三田病院に1ヶ月入院させられただけで100何十万請求来るんですよ。それってね、立地条件の良い大阪駅の目の前の JR 大阪駅の目の前の大阪ヒルトンホテルで、そこの3階の、レストランで私勤務していたことがあるんですけど、そこは関西ナンバーワンの売り上げで、最高級ホテルの祖と言われているのがアメリカのね、ヒルトンホテルなんですよ。その元をたどったら、その元々はイギリスとかフランスとかスペインとかポルトガルとかドイツとかいろんな国がアメリカに1700年前からもう移住してますんで、どこが一番最初の話になってきたらややこしいんですけども、イギリスはコンチネンタル系とかね、いろいろあるんですよ、ホテル業界にも。で、ちょっと話それましたけども、そのグレイさんの方でね、私のホームページの方からアクセス、もちろん再生回数が上がったグレイさんのその取り分になってくると思うんですけども、良い曲たくさんあるんでね、
ぜひ、アクセスできるようにしていただきたいなと思います。今ね、一応僕の YouTube チャンネル登録者数やっとこさ、300人ぐらいまで来ました。で、再生時間がね、まあ今、まあ、200時間は確か超えてたと思います。過去365日を超えて、まあ、コツコツ地道な作業で、まあどうにかこうにかっていうところですね。エネルギーの残存量問題とかね、世界の人の90億人の命がかかっていたりするから、ちょっといろいろご協力していただけたらなと思います。まあ僕のホームページ他の人にね、この辺見たらとかいうことで、進めてもらったりとか、まあできれば僕は喋ってる内容の方、ご対応していただけたらなと思います。あとね、あと本当に申し訳ないです、絡んできた相手がワンオーケロックさんでしたっけ、ワンオークロックさん、なんか英語はワンオーケロックなのかな、それをワンオークロックって呼んでた人で、まあ、一応自衛隊の曲を作った、まあ、YKSK 経由の人だったんですけども、そのね、その人がね、絡みに来ちゃったって思ってたんですけども、それジャンダルクのユウさんでした。で、まあユウさんの方が年上だから、もう音楽業界で絡んでくる人間なんかどうせ年下だって思ってたから、そのなんか携帯電話かけるふりで、もうこれ警察の方で、ね、もうね、話はっきり決まってるんですよ。もう君の方に携帯電話かけるふりしながら何か物を言いに来るのをもう禁止だっていうことで、もうこっちにもなってるからって、安心してっていうことで警察官2名僕の家まで言いに来てくれたりしてるんですよ。でそこでね、で、もう、まあ、僕も、もう敬語なしでね、どうせ年下の新米のやつだろうと、もう僕今年46歳ですから、まさか40歳でデビューする人とかいないでしょ、音楽業界のバンドとかでまずね、それがその人がワンオーケーロック、ワンオクロックのボーカルをもしかしたら他の楽器とかも使ってるかもしれませんけど、そうだと思ってしまったんです。 なんとなく声というか感もちょっと見たような気がするんですけども、それユウさんで、しかししっかり調査したら実はワンオーケーロックのボーカルがユウさんだったとか、それありますっていう状況なんですけど、ちょっとね、単独のワンオーケーロックさんでこの辺全然来てないのに降ろされたっていうケース、これ事例として発生してる可能性あります。まさワンオーケーロックさん、ちょっと音楽業界の方、ごめんなさい、音楽番組の方、テレビ局の、ちょっと調査してもらえますか。特にユウさんと喧嘩するつもりはないんですけども、僕はね、もうええか、もうこう絡みに来らんと裁判妨害だからとか言って、もうどうせお前の方が年下やねんからって、もう上から目線で言ったんですよ。ユウさんの方が年上なんですけども向こうが普通にね、それはそれ頭の中でよぎったのかな、こっちの方が年上なのにとか、それで、そらないわ、こっちの方が年上やわって言ってきたんですよ、普通に。だから、からしたら、絡んできたこいつになっちゃって。いや、もう明らかにね、例えば買い物行った時に、男10人組でね、どれだけ強いか試したるわとか言って、もう道路沿いで、わー、これやばいやばい、まずこれ110番しても、実際本当は5分10分警察官が到着するのに時間かかるっていう、まずまず相手10人もおるっていう、そのもう本当にそういうのもいるから、いまだにL 業界を調べようとして、いろいろ探すでしょう。まあ本当はね、dmm.com ってあれでエロ売ってるところだから、もともと本当は外資かもしれないんですよ。で、それでテレビ局の CM でまだ dmm と組んでるところは口座の差し押さえやぞとか、まあそういうことをね、まあ国会議員の方どうぞっていうことでね、言ってもらったり、2016年だけ日本毎年借金増えていってたんですけども、2016年だけ
借金減ってるんですよ。ありえないんですよ。税収とかな、50兆円60兆円そんなもんでしょ。で、支出がもう100兆超えてるでしょ。ちょっと前まではね、なんとか100兆以下で頑張ってたんですよ。これはまあ後期高齢化社会である程度そうなる部分があるのと、無駄もだいぶある部分があるんですけどね。でそれ でまあ訴訟いろんなところの口座土地建物差し押さえもしかしたら他国の方のその医療業界と組んでるところね、世界中の政府とどういう話してるかって言ったら、正直1956年日本買収防止法が出来上がっているので、国会議員の人でもそれ取り締まるのに公然というのは勇気あるって、そいつらが絡んでくるからって。で他の国も本当はそうでしょうって、それ公然とみんなの前で言うの勇気あるでしょう。いろんな大企業の役員とかもそういうエロ業界とをね、金使ってそういうとこ行ってたとかいろいろあるから。だから向こうのまともが側からしたら、あ、日本訴訟どうぞどうぞって、こっちも日本のそういうやつら訴訟しとくわってこうなるはずなんですよ、国際司法裁判所でね。だまあ僕がその当時どれぐらいもう行ったったらええねんみたいな形で、もうこんな笑いながら言ってないんですよ。どんな勢いで言ってるかもう大体想像つくでしょ多分何十兆の差し押さえ、それで日本の借金返済して、もう あったはずですよ。そうじゃなかったら他国のね、まあ、株を持っていたりだとか、まあ、もしかしたら他国の国債まで持っていたケースもあるのかな。そういったものの売却も、2015年から2016年にかけては1ドル125円で面倒見させてもらったんですよ。それまで1ドル100円ぐらいで、東日本大震災直後は1ドル78円までの すさまじい円高に進んで、おかしいですよ。国力を示すものなのに、東日本大震災が発生して、これだったら日本からの輸出業なんか成り立たないでしょ。まあ、エネルギーとか石油とか買う分は、その分、安くで手に入るかもしれませんけども、それ安かったら安かったで、車でその辺意味もなく無駄走りする人たちが、もうすごいたくさん出現するから、大した買うものがないのに、ショッピングモール行く人とかね、車、まあ、大体一トンも。普通車するのにって、スポーツカーで一トンするのにって、まあまあそういうふうな部分があってね、まあそういうことなんですけど、まあ皆さんでエネルギーの残存量問題とか、まあ、僕のホームページで述べてる内容とかね、我が天下とか戦国風部についてっていう 60.1 番、ちょっと名称は違うかもしれませんけど 60.1 番、まあ、その辺とかだったらね、面白い内容とか、まあ、おかしい内容、まあ、笑えるような内容をね、掲載しています。まあ、漫画業界も、まあ、一部笑えない、まあ、けど面白い話もあるっていう、ちょっと現実的なところね、僕中心でいろんなことをところの漫画業界も動いているし、まあ、そこでこれちょっとどうだろうとか、そのベルセルクについてもね、作者は死んだことになりましたけども、ちょっと僕の方も堪忍袋の方が切れて、もう正直にね、もう多くの国民に結局関わることだから、生きてるのに死んだことになるっていうのはね、だからそうでもせんかったら作品止まらないでしょ。 お前らもお金回さない、かかさよって。まだ今しんどいことになっとるって。もう一つ、ベルセルク以外で変なね、もう下品な漫画を描き始めたんですよ。同じ作者名で。で、まあ、そのスタッフが描き始めたのかもしれないけども、ベルセルク自体を最後ね、残ったメンバーだけでもハッピーエンドで終わらせてあげなきゃならないのに、それまで内容がえげつなすぎたから、でそれは、ベルセルクについてっていうのを YouTube で検索してもらったら分かると思います。僕は喋ってますから。まあそれ聞いたら、まあびっくりする分もあるでしょうし、あ、やっぱり淡い、まあグレーさんとかだったら淡い君が中心だったのかっていうことで、やっぱり分かるから、まあまあ、まあまあ戦国風部についてのところで、まあいろいろちょこちょこ宮崎駿監督のこととかも言ってるんですけどね、どうしても戦国時代の話をしとかないとわからないから、昔
刀とかを台頭していたのは野党に襲われたりとかね、各大名が外交で他の大名のところに行ったりするのに、京都の都とか天皇家の人たちにお会いしに行ったりするのに、あと熊とかイノシシとか大きいものだったら、まあ僕の知る限りでは体重200キロのイノシシ、まあ長さが2メートルぐらいで体高が 1.5メートル、まあそれをね、1998年ぐらい、もののけ姫で宮崎駿監督が作ってくれたじゃないですか。山の主でおっこと主っていう、そのイノシシは、まあでも物事の見方によったタラバの人たちもちゃんと彼に言ってるの話になって、まあ、わけわかんない話になるんですけども、いやまあ、獅子神、僕獅子座、何か僕言いましたっけ大自然だけを大事にしましょうの話なんかしてたら、誰も山に木切りに行かなくて、日本なんか木なんかいっぱいあるのに放っておいたら生えてくるし、植林頑張ったらいいだけし、植林頑張るなんてあんまり労働力いらない、ちょっと穴掘って植えるだけだから、そんなもの小学生でもできるよっていう本当に。でもう木なんかあっちこっちに思うか手に植え込みなんかして もう台風なんか来たらもう木倒れてくるのになんでそんな年もに木置くのって、葉っぱ掃除しなきゃなんなくなるのに、もうその葉っぱ掃除するのに機械使ってガソリン使ってるから、もう話めちゃくちゃや。普通に山に木切りたい、野球部ちゃんと時間気をつけて、もう甲子園目指すような連中だったら1日1000スイングぐらいするでしょうって、まあ無茶は言わない、平日は学校で勉強するから、土日祝日そういった日に山に木、斧で木切りに行くか、ノコギリでもいい、力仕事していたら筋肉つくから、本当に。まあそういうようなことをね、言ってたんですけど、この話それでごめんなさいね、その若天下とか戦国風武って昔のその武将の話の戦がだいぶ嘘だっていうこともちゃんと述べてるんで、ね、皆さん誤解のないように。で、弁慶は京都の都の役所さんでちゃんとね、巻物を広げた弁慶の銅像あるんですよ。で、そんな物騒なものはここに置いていきなさいで100本ほど集めたっていう話、あれ100本以上集まったね弁慶どこの誰の持ち物なのか、だって写真とかもないから分かんなくなるから、義経はひらりひらりとって、もう絶対都の中で刀なんか抜きませんから、捕まるの分かってますからって言って、なんとか刀の所有、だって間違えて返すときは返されるし、盗んでいくやつは盗んでいくから、だからそんな刀なんかなかなか作れないから、木炭、まあ石炭のこと本当は木炭なんですけども、それをね1000度以上1000何百度とかにして金属溶かして頑張って刀作ってて、もうこれなんかこれあってももう熊なんか出てきたらもうOSO18 っていうクマがね、捕まった時の映像、YouTube でもし検索できたら、まあ、僕のホームページから見れるようにできればしたいんですけども、もうすぐ簡単に木登っていくんですよ。もうすごいスピードで。で、足腰の強さ尋常じゃないから、だって100何十キロは絶対あるでしょ、クマ。1.5 メートル以上のクマから。もう絶対100キロ超えだから、まず間違いなく。それをスイスイともう簡単にもうダーって上がっちゃうから、あんなに素早いやつ相手に刀まず当てれるかどうかもそうだし、一撃外したら隙だらけでしょ。正直1対1じゃ無理だと思うんですよね。もう例えば大谷翔平に斧持たせたら話だいぶ変わってくるんですけども、最初の一撃目さえ入ってしまえば熊にね、それは熊の方は参りますよ、多分骨割れると思う、翔平の筋力であればね。ただ全力で振りに行ったら振りに行ったで隙多いし、当てるような振り方だったらダメージ浅いし、まだ熊が抵抗してくるでしょうし、まあ自分なりに考えた時にね、まあ翔平にこんなところでこんなことを淡井さんが言ってるって絶対わからないんだけども、翔平の筋力だったら、まあ例えば立った時にね 1.5 メートルぐらいの熊だったら、翔平だったら一撃目の目の斧を、まあ、軽く当てるぐらいで、まあ、ある程度の威力で、まあ、7割ぐらいの振り方で当てに行って、その後
まあ、当てたら熊痛いか、まあ、いるからすぐにバック取って首絞めたらええ。翔平の筋力だったらそのまま熊持ち上げれるわっていう話になってなっちゃうんですよね。でさすがあもうそうすればあの地面から足離れてしまえばもあく空中でもあくだけだから足腰が地面に疲れるから足腰地面蹴ってねそれが推進力になってあの大きな力を生み出すんであって、ね、翔平の筋力だったらも首絞めて持ち上げれて多分熊の方が1分以内にノックアウトすると思います。もう気絶意識が飛ぶっていう状況。ただ2メートルを超えてくる熊は無理です。あれはもう人間の手に1対1でどうしようもない。ボブサップさんでも無理。ボブサップさんに斧を持たせるともう危険すぎます。だから自衛隊が駆除することになってるんです。警察官では危ないから。ちょっと話だいぶそれで申し訳ないんですけども、ま、あの今回の大筋の話は、バンプオブチキンさんの曲で、全部、僕のホームページからでもアクセスできるようにしてほしいのと、グレイさんも、同じです。グレイさんごめんなさい、ちょっとあの本当にちょっといろんなことあの誤解して、僕もそのグレイが良くない業界だみたいなことを大っぴらにごめんなさい言っちゃっていたから、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、すいませんすいません、違うと思います。いやいやもう、いやいやもうプロレスラーでテルさんみたいな顔の人がいて、でややこしい動画見つけてしまったんですよ、そのプロレスラーがね。どこの誰かもう調べるもう時間ももったいないから調べてないんですけども、もう正直まあエロ業界とは関わってないと思いますよ。楽天の浅村選手は K1 か何かの格闘技の国比類巻選手かな、誰かと顔似てるんですよ。身長180センチと日本人の選手顔そっくりで楽天の試合で見ないスポーツも見ないから時間軸がつながる ところがあるから、基本的にはリアルタイムの時間帯の淡い圭介なんですよ。で見ないからの時間軸で本気出しちゃったらええで、それでホームラン打って逆転して最後のイニングで4点取ってソフトバンクもうソフトバンクもう何回も優勝したから、もう地方交付税法とかあってね、そこそこの地方の人たちである程度もうみんな優勝各球団順繰りで回し上げなかったら経済的に持たない。横浜ベイスターズだってもう国民の持ち物だから、なんとか今3位で踏ん張って、阪神がねベイスターズの直接対決で僕が頑張れば頑張るほど阪神タイガースが負けて、そこは横浜ベイスターズが勝って、それはクライマックスシリーズはそうならないんですよ。阪神が勝ちに行きますから、そこはその下に4位の巨人にややこしいことをして3位に上がってきたりしたから、違う、巨人は何回も年間の売り上げが200億円以上の年がいっぱいある、それで東京ドームの借金が返済できませんでした、知らんよそんなのもの。ハワイへキャンプへ行って会社のお金使ったんでしょ、それとも個人のお金、個人にお金いっぱい渡して行った、同じことやそんなもの。借金先にドームの返済の方が先やって、848億円か868億円でドームを作ってんのにって、それで稼いだ時に選手にたくさんお金渡した、知らんよそんなことってなるから、こっちも阪神タイガースが昔ホンダの2サイクルエンジンで、まあ、あんな危険なものも死亡者とか大怪我する人続出なのにバイクなんか世界中に売っちゃってっていう話あるんですけども、それ僕が世界中のスポーツの勝ち負け云々とかに関わってきて、でそれで未来の人はこう言ってああ言ってるっていう工場の人たちが言ってる映像を見てるんですよ。淡いっていう人の名前っていうことになってるって、僕のせいにしてきました。2サイクルエンジンの話、ホンダので、その1998年ぐらいにホンダがスーパーブラックバードっていう大型のオートバイ出しちゃったんですよ。時速300キロ超え出るんです。そんなもう競技走る競技一般の人に販売してどうすんの、大変なことあったらって、もう高速道路飛び出して家の屋根、ね、突っ込んできたらどうするのって本当に。で僕が学生ぐらいの頃とかにね、あの阪神タイガースがもうこれちょっとね、あの6年をワンサイクルとして5位がどこだったかをちょっと間違えてももういいとしましょう。もうそうしてください。もう人間の言うことだから、最下位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 5位最下位
これワンサイクルで、もうワンサイクルされて、ツーサイクル、再開、もうワンサイクル、再開、再開、再開、5位、再開、再開、みたいな形でね、されたんですよ、本当に。売り上げ、大した売り上げあるわけないでしょ、固定資産税だけで、阪神タイガースだって、多は絶対払わなきゃなんないから、売り上げあっても、法人税が、資本金が800万円以上あるはずだから、阪神タイガースは。っていうことは、法人税が 22% から 3% ぐらいでしょ。ね、え選手監督コーチが30人ぐらいで、もう日本中を行ったり来たり行ったり来たり、もう交通費と宿泊費とあと飲食費、そこで野菜買いに行って自分で節約して料理なんか作れるわけないでしょ練習しなきゃなんないし、体鍛えなきゃなんないし、もうあるから、相手選手のね次のピッチャーのデータとか調べておかなきゃならないから、ごめんなさいね、他の職業の話もねして、そういう部分あるから本当本当本当に、もう今年はもう絶対阪神タイガースが日本一取りに行きますから、もうこれ本当に。パリーグも今来るんだったら楽天とロッテ、ロッテで、オリックスの話がよくわからんって、カジノ中心で話決まりましたっけっていう話にもなるし、ここ近年何回もオリックス優勝してるから、もうそれはもうなしよっていう話のはずなんですよ。ただ長い間オリックスも優勝なかったから、売り上げの計算したらうちとしてはこういう話にもうそんなにたくさんねえぞ、無理、もう今年はロッテか、楽天、もうソフトバンク余計や、もうあんたたちも連続でもう何回優勝しちゃったのって、福岡ドームなんかあれだけ作っちゃダメだって、ドームなんか作ったらエアコン使うか、余計エネルギーの残存量問題、本当に東京ドームとかなんかもう1億円ぐらい使ってるから、電気代だけで年間コンサートでも貸してるでしょって、世界的に技術可能なガスの採掘埋蔵量がもう50年なくなっちゃったのに、もうみんなしっかりしてよっていう話になるんですけども、まあ、それもね一部訴状で挙げています。で今ね、今日も高等裁判所に電話して、もう切手代はもういいですっていうことになってるんですよ。で今出してる範囲で、まあ、とにかく裁判進めましょうと、もう情報が多すぎて向こうも大変だと思うんですよ。昔からの話全部つながってくるから、ワンオーケーロックさん、ユウさんじゃなかったら申し訳ないです。で、ユウさんだったらユウさんだったら、普通に電話かけて会いに来てくれたらいいんですけども、もうみんな髪の毛染めたり、ピアスとかなしですよ、本当に。それしてもらわなかったら若い人たち勘違いするから、髪の毛染めるのもね、海洋基本法違反、河川、海を汚すから、で、あと、それを加工するのにね、エネルギー使ってるんですよ。運搬でガソリンもそうだし、加工するのに電気か何かどうせ使うでしょ。建物代とかもそうですし、無駄ばっかり、全然役立ってない。それよりもうグレーほど揺れたから、もうみんなグレイっていう名前で、各メンバー、拓郎さんとテルさんと久志さんと、あとごめんなさい、全員覚えてたはずなのに、あと一人五郎さんね、でもごめんなさい、もう忘れた、ごめんなさい、さすがの僕でも長い間聞いてなかった。そうなりますから、名前が表示される動画を見なかったら時間の問題だから、本当はみんなあれだけ売れても、ビーズは2人だから覚えやすい、稲葉さんと松本さん、フルネームはさすがに私も無理ですって、本当はそうだから、みんなそのうち松本の話をし始めた時に、結局ダウンタウンの松本さんなのかね、よそのピッチャーの野球界の松本さんなのか、誰なのか、サッカー界なのか、淡井圭介軸にして大体のところが動いてるから、漫画業界もどこの松本さんなのか、警察官の松本さんなのか、ほーらもうみんな
な分かんなくなるでしょ、で詳細も短いか簡略語なんかでも言うとって本当にこうだから、もうみんな最初から音楽業界もう自分の本名のフレネーム、これを名乗っておくんですよ。あとはバンド名をきちっとしたバンド名、まあまあまあちょっとまあラルクアンシエルみたいにね、ニシンみたいなね、ああいうような良いような名称、まあグレイも裁判のことまで考えたらね良い名前だと思うんですよ。もう裁判所の保衛服のことも高等裁判所に挙げてますから、もう灰色の保衛服にしましょうって、黒と白の中間が灰色だからグレイっていう名称だったじゃないですか、バンドの由来名がね。もう僕そうだと思うんですよ。だって裁判官の方が自分から言うんですよ、法廷で。ことわざはいいですよねって。だからコンピューターが神がかり的な力を身につけている、人間の音声を、採集している、で、電波を当ててくるっていうことを裁判官が知ってるから、で、ことわざで白黒はっきりつけるっていう言葉があるでしょ。白が良い方で悪い人の方が黒でしょ。裁判官黒い方へ来てるでしょ。コンピューターがどうか分かんないんですよ本当に。だ僕もあの神戸地方裁判所にある程度の書類しか作れなくて、期限間に合わなくて、で法律で求めてこられたから六法全書あれ全部読むだけでもめちゃくちゃ時間かかるんです。でそれだけじゃ足らないから、本当は現行法規、現代日本法規も、僕も子供の頃に家族、弁護士さんか誰かが流刑使って別の国に追いやってる方なんですよ。それは現行法規と現代日本法規を見なきゃなんなくて、まあ、本当はあの内容は六法全書3ぐらいを出せば現行法規と現代日本法規の同じ内容ものが収まるんですよね。一回それを作ってもらったんですよ、安倍政権の頃に、合わせたものなんですけども、六法全書3じゃないですよ、現行日本法規、現行法規と現代日本法規を合わせて現行日本法規っていうものを大倉山の図書館に置いてもらったんですよ。僕みたいに本当に両方全部読み通そうとする人間いますから、まあ、大体はページ飛ばしていきますよ。六法全書で見てるから、ほとんど重複してるから。でもうその話したらね、神戸地裁の人もはいはいって急に態度変わりますから、あなたたち司法修習生ですよ、僕司法修習生じゃないんですよ、そこまでの努力しましたってできましたかってはいはいって、まあ、いろんな口座の差し押さえも安倍政権の方に僕が言った方ですけどね、まあ他にも世界的にね友好関係で黒人初の大統領も誕生しまして、あれ僕は1998年の頃に、フルーツラパークで清掃をして来られた時の雅子様と成人様、まあ今の天皇陛下と皇后陛下ですけども、世界中のねその後トップになろうと思われる、もしくは外務大臣とかをされる方たちの目の前でね、中学校の頃に書いた作文、人権作文を読んだんですよ。そしたらもう世界中で後押しするしかないんでしょ、阪神淡路大震災の被災者、仮設住宅暮らしの人間がこんなにいいこと言ってると、もうこのみんな喧嘩しなくなるしいいでしょっていうことで、まあ黒人初の大統領、オバマさんちゃんと弁護士さんですよ、法律に明るい方じゃないと、たけてる方じゃないと大統領なんか絶対務まらないから、で広島原爆投下の日に本当に来ていただいた、アメリカの大統領で広島原爆投下の日に来てくれた人なんかいないんですよ。だからそこは日本とアメリカが世界で一番戦争したからこそ、日本とアメリカが一番仲良く進めていくんですよっていう、こういう熱いねこう方向で物事を頑張って、原爆被害者の方たちへ、申し訳ありません、もうここ阪神淡路大震災の被災者はこういうふうな形で動いてきましたので話合わせてもらえますかと、アメリカの大統領が来られたらもうにっこり笑顔で握手してくださいと、もうそこでもうどうこうもうごちゃごちゃな話絶対しないでください、もうこれからが大事だということで話進めてくださいっていうことでね、そしたらもうそれ以上のことをお互いにしてくれたんですよ。もうオバマ大統領とその原爆被害者の代表者の方がもう両方がもう涙目でね、もう涙流れる寸前でお互い抱擁して抱き合って、あれが世界へのすごいメッセージになるんです。
もう戦争じゃない、エネルギーの残存量問題だと、今までのことをどうこうどうかあんまりもう言っちゃいかんとね。で、長崎原爆投下の日には2017年にパン・ギムン国連総長に来ていただいて、国連のトップですよ。で、トランプ大統領には韓国と北朝鮮、友好関係、ちょっと話進めましょうと。で、それ習近平さんとかプーチンさんに話通してたんですよ。で、お互い国境を越えて握手しましょうとか、まあ、そこへね、トランプ大統領も立ち会ってとか、北朝鮮と首脳会談、アメリカとって、まあ、そういうようなところもある程度ちらつかせておかなかったらね、あの公然と言わせてもらわなかったら、その1956年に売春防止法が出来上がってるから、もうなんだかもう、あ、こんなそのやつらが国会議員になって、まだ暴力団と医療業界と組んで金稼ぎどう接してるんだろう。でもまずは髪の毛染めてる連中から、あの公務員とか、まあ、国家公務員もそうなんですけども、東証一部二部上場の社員もそう、国庫にもう3割お金返納せえって処分出してますから、本当テレビ出演者も同じですからね、もうみんな髪の毛染めちゃダメですよ、本当にもう出してるから。もう最終的には裁判官の判断だから、何割になるか分かんないですよ。ゼロは絶対なし、本当に。お金の自分の金銭的な状況とかあると思いますよ。それこそ男女平等、お金が払えなかったら丸刈り、みんなの前で、みんなの前で丸刈り、丸坊主。僕が港川中学校に通っていた時、神戸市兵庫区生まれなんです。東山で町4丁目16-18、東山高校604、そこで阪神淡路大震災で分譲マンションが全壊したんです。一番ひどい部屋が全壊だったら、そこの建物は全壊っていう判定になるんです、ね、それが1995年の阪神淡路大震災で、その前の中学生の頃、男子1年生から3年生まで全員頭丸刈りだ。もう神戸地方裁判所がすぐ近くにあるから、歩いて10分か15分ぐらい、手堅い教育。髪の毛なんか最初から、ね、丸刈りにしておけば、髪の毛染めてくるバカなんか絶対出てこないだろうって話。出た頭髪検査とかで、ね、こうして髪の毛がね、ここから出ちゃダメだったんですよ。もうそれ丸髪の 丸刈りのね、髪の毛の長さの基準そんだけしか髪の毛が見えあったのか美容院に出ます約2名髪の毛染めて発見学校でいろんなやつ、いろんなこと言われてで、先生に言われる、そこ開き直ったらあかんぞって、だからいわゆる突っ込まれるよ言われる。もう一回散髪行ったらええだけや、もうお金の事情分かった分かった、もうある程度伸びてからまだ丸刈りしたらええから先生もう一回次元になってもある程度の期間みんなからいろいろ言われまあ基本的にまあ音楽業界は僕はあの歌詞と曲のクオリティだと考えてますんでね、だからもう僕のホームページ淡井圭介の履歴のあの60番と65番の間ぐらいにね、いろんなバンド名の方たちと、まあ僕の方でまあこういう風な曲みたいなところで、自分なりに感想とかある程度書いてます。ちょっと追いつかなくて、本当に裁判何十件もしながら、本当にスポーツの勝ち負けしながら、本当だ、まあ、本当に大変、もう試合始まる前とかもうダメだと、もう精神的にもう家の中でもう力尽きて倒れてるから、本当は。その中でね、例えば2023年の淡井圭介が選ぶベスト3、まあ、アボっていう人の新時代、まあ、淡井圭介関係でもうワンピースで行くぞということで始まった
あの1997年か8年にもう次決まったんですよ。ワンピースが世界ナンバーワンの発行部数行くぞというところで大きな計画が始まってるんですよ。でギネス記録ね。で、アンラッキーモルフェイスさんの M レボリューションと、あと1曲がアレクサンドロスさんの先行、まあ先行のハサウェイも僕からの提案で、ユニコーンガンダムを制作されたチームの方たちに作っていただきました。ナラティブに関しては話の大筋は私の方で提案しました。ガンダム NT ね、ナラティブの方はナラティブって書いてる、まあちょっとね、やっぱり僕はきつい人生送ってきてるんで、そのね結婚話うんぬんとかで結局名前と住所電話番号をしっかり教えてくれて、その自宅で連れてってくれた人が一人もいないんですよ。もうみんな音信不通で、急に若い頃ね電話かかってきて、ある程度記憶ある時ですよ、電話かかってきたら今度違う人間が次電話出てきて、余計早話早くして、まず名前と住所電話番号で、それ親の介護の話とかもある程度あるから、距離的に無理な時は無理って判断するから、でインターネットのウィキペディアでも出生地でもともとどこに住んでいて、それでテレビに出始めて関東の方に行きましたとか、そういう話がなかったら、もともと神戸市民だったんですかの話とか、もう今も私母親の介護終わったから、もう亡くなりましたから、死亡しましたから、もう父親の介護は姉に任せています、そこは男女平等ですよ。そんなもう長男だけに全部介護押し付けられた長男絶対無理だから、人生だから、もう僕としては今の状況だと、まあ結婚相手がね東京でも全然問題ないんですよ。東京で住む人でもね、僕の方は引っ越しするだけいいですから、まあおっぴらに、まあ皆さんとも、まあ、仲良くもしたいし、まあいくらなんでもグレイの皆さんはエロ業界とは付き合いないでしょう、組んだりとかしないでしょう、まあ、気がついてない時の人はなかなかいます、結構。それはそれ、僕がこのエロ業界調べたら、いや、なんかゴキブリ入れてくるやつらがいるんですよ。まだ不法侵入してるやつらがいて、でもそいつら裁判所でも、まあ、昔からそういうやつはもう禁錮刑だから、本当にもう刑務所行って頑張って働かんかったらなかなか出してもらえんからねって。刑務所っていうところは頑張って働いて、ああ更生したなで早く出れるんです。早く出たい人間が人間であればね、まあ工場みたいなところで働いたりとかして、いろいろ聞いてほしい。もうだからもう久しさん、そんなもう他人事みたいな、またお腹太ってる、あれ多分対ボディーブロー用でどまらつけたんでしょう。だからちょっとね、週は株式会社で僕は1回だけ二十歳超えて1回だけ人殴ったことあるんですよ。でももうその状況聞いてもらいます。まずもっと若い頃のね、1997年8年ぐらいの頃に髪の毛染めてる人間が、フルーツラーパークのパントリー、まあ、披露宴会場とかの裏方のところなんですけども、急に入ってきて、従業員の関係者だけしか入れないところ、いきなり有無を言わさず僕にボディーブロー打ち込んできたんですよ。でもう、水落ち入って、もううーってなって、もう僕もう立てないで、そいつがどういう理由で僕を殴りに来たのかが全然わからない、わからないまま、もうそいつが何か言っていったとしても耳に入らないもん、痛すぎて。もうでその後週は株式会社とかに働きに行くんですけども、その前にね、六法全書持って行ったりとか、やっぱり冬場仕事ないから、フルーツラバンクだから神戸市の週和株式会社の北神戸店ぐらいだったら通勤距離的にね、無理なく、まあ、冬場の仕事になって正社員としてなんとかできるかなっていう話とかもう一回持ち込んでるんですよ。で子供の頃から関わってる可能性あるんですよ、週和株式会社って。だから本当はね、あんまり子供が大人の社会に子供の力関わるのは無理がある、本当に法的知識とかないですから。で
中和株式会社でね、変に攻撃してくるやついっぱいいました。あの骨の間に指入れてくるやつ、あれめちゃくちゃきついから。で、僕は20歳ぐらいの頃にエロ業界潰し、あのレンタルビデオ店ショップとかいくつか閉店させて、まあ神戸市立ホテルフルツアーパークはその時阪神淡路大震災直後ね、1997年8年の頃は市の、課長とかが働きに来てくれていたから、そこから市とかだったら弁護士さんとか、あもう一応株式会社神戸ワインは その当時役員に弁護士さんいましたし、財団法人みのりの校舎があるんですよ、まあ、神戸市とか入ってるんですの理事会で、そこまで話持っていったら本当は簡単に潰せるから裁判で、で、何件か潰してるんですよ。でエロ業界との対立がその頃からあって、で、そのでもう何回も会社に北神戸店に複数で来るんですよ、いつも2人組とかで。で僕のことごちゃ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 言ってきて、でもう友達とかもうちょっとこうなんとか我慢しとこうとかなだめる人間と、まあ、みんな言うことバラバラなんですけど もうついに切った、もうこいつ絶対エロ業界の人間だなっていうやつ、もうその僕のね家族を脱がすだのなんだの言い始めて、そのゲラゲラ笑いながらでもうこっちも堪忍袋の方が切れて、もう北神戸店飛び出して、もうその時そこの会社にいた人間がね3人がかりで僕止めようとしてるんですけども、もうそれ力ずくで振り切って、もう北神戸店のドアもう僕は止まらんようになってるから、バーンって開けてしまって潰してるんですよ北神戸店の扉。でもそいつめがけて一直線に歩いていって、思いっきりボディーブローぶち込んだって、でそこで課長が実は警察官だったっていうことを思い出して、あほんまやって、この人警察官やわって、一回警察手帳見せてもらってるわって、秀和株式会社の課長だって思ってた、店長も警察官だったっていう話で、で、こんなところ救急車すぐ来へんから、もう何回も絡みに来た方が悪いって、俺も証言お前に言ったるからって、俺が法廷で言ったるから、でもう俺がとりあえずこいつ病院連れて行くわって言って、いやもう抑え効かなくなってるから、僕もその時あれだけ何回も絡んできて、で家族脱がすとか言い始めたから、もうえげつないけん僕いっぱい知ってるから、本当にレイプの映像とか出回ってるから、それで金稼ぎしてる連中とか本当に存在するから、もう堪忍袋の方が綺麗、またそいつら髪の毛染めてるんですよ、思いっきり打ち込んだって。まあそれ本当はボクシング世界戦とかでもその同じ威力を再現する方法を使ってるんです。相手も世界チャンピオン、今4つあるでしょボクシングの世界団体、まあ、井上尚弥選手の試合でね、まあもう解説機云々等で、まあもうそれ再現できるんだったら再現する方向でいいですねということで話し通しておいて、で本当かどうかっていう話でね、で相手はボディーブローで1回もダウンしたことがない選手の世界チャンピオンだけども問答無用の一撃、もう絶対立てない。もう本当は井上尚弥選手その時階級軽いし筋力量が、まあ、その当時の僕も春先だったから、こういうど真ん中の頃と比べたら筋力量が落ちると思いますけども、基本的にグローブつけてるから相手も体ボディ相当鍛えてるでしょう。まあ本当に 100% 威力が再現できたのかどうかわからないですけども、もうピクリとも動けない、もうのた打ち回ってますよリングの上で。でもその時から見に来たもう一人のやつは秀和株式会社ね、僕はボディーブローを打ち込んだ人間のもう一人のやつはもう僕がもうものすごい競争してるから、もう目の前でガタガタ震え始めて、自分がどれだけ絡んだらあかん人間に絡んでしまったのかやっと自覚できたみたいで、ほんともうねこの辺でもね、ごめんなさいね、話長くなるからもうこの辺にしときますね、あの本筋忘れちゃうから、あの僕からあのアクセスあのできるように、あのグレイの曲とか何でしたっけ、
バンプオブチキンさんのその、うん、他の曲あのシングルとして売ってない曲とかそのアクセスできないようにしてたじゃないですか。まあいろんな理由で重くなって、その淡井さんのそこの欄を押してもどうせいろんな動画くるくる回り始めて、みんなこう硬直するっていうあの状態にどうせなるから、あの話の、まあ、そこはね、一つ一つ文章にしてそこをクリックもしくはタップしてもらってのつながる方法にちょっとずつ変えてます。まあ、一応音楽関係で4分前後じゃないですか、曲が。だから動画そのまま見れるような画面のところでもあんまり問題ないはずなんですよね。 iPad とか第5世代のものであれば、第4世代の携帯電話ではちょっとやっぱり時間かかりますね。だからそんなに前4分台のところを複数3つ4つとかだったら全然問題ない、5つ6つ7つとなってくるとこれまずいの話になってくるんですけども、ワンオケロックさん、ワンオクロックさん、ごめんなさい。で、ただ一応謝っときますけども、その淡井圭介に絡んでた人間だったら、これ話180度僕も帰って話しますんで、っていうのはね、自衛隊の曲で、戦闘機をなんか、艶っぽいか何か変な言葉を使ってたから、君、その業界の方って、うるわしの言葉でいいんです。あの神がかり的な力の方で顔作りするときにこの辺に朱が入ったりするのね。 あれは別に化粧しなくても、あれはあの神がかり的な力の方で、まっとうな生き方の人間は麗しいの言葉の方なんですよね。で、艶っぽいはもうエロ業界の方だから、どちらかちょっと本当のことを教えてくれるの方なんですよ。だからそういうことを言い始めた本当はグレイさんのややこしい歌詞いっぱい作ってるから、俺とお前の顔を入れ替えてでしたっけ、誘惑とか唇とか、まあ曲調的にはね正直好きっちゃ好きなんですよ僕も。ただ歌詞の内容をもうちょっと うまく表現してほしかったっていう、まあ、あと他にもアルバムの中でああいう系統の曲でその俺とお前の顔を変えてって、それあるからできるからスポーツか K-1 人気なくなったそれ楽天行ったんかなとか思ってその選手がね。で、一応ちゃんと浅村選手のいいところはちゃんと敬語ではいって言ってくるんですよ。一応ね、コンピューターのこの電波の仕組みも本当はね、淡井圭介さんから聞こえてきたなって思ったら、敬語で返事した方がいいんですよ。軽犯罪法でね、どうとでも受け止める礼儀っていうやつあるんですよ。ちょっとこれコンピューターのプログラムのシステム、これどうなってんの電波のって、神がかりでやつから、それあるかなちょっとね、グレイの皆さんも移動の時とか正直暇な時あるでしょ。で、僕のねホームページのワンピースについてっていう74番とか動画で言ってる内容聞いてて、運転中は絶対ダメですよ、もう事故笑いすぎてお腹抱え始めてハンドル操作バースどころじゃなくなるから、僕もねちょっとある程度面白い話に混ぜなかったら、ゲームばっかりしてる人とか娯楽ばっかりの人たち、もう報道見なくなった人たちにエネルギーの残存量問題とか考えろって言っても、自覚みんな持たないから自分が節約すりゃいいんだっていう自覚ね。だから戦国風武とかでも面白い話だよそこもだいぶ面白いからもうみんなこう出た会議の怠慢で負けたことないそれ職務怠慢や僕たちの労働力っていうところを60.1番、戦国父母我が天下と戦国父母についてのところに、僕たちの労働力で僕の頑張った時の労働力あれしたら本当現場めちゃくちゃになる可能性披露宴の同じメンバーでその隣の近くの部屋とかで、解析料理とか出して
あれ全員スタッフ慣れてる人間じゃない、でも無理だから本当に料理間違えて、新人とかだったらもう間違えて披露宴の方に懐石料理出ちゃう、出ちゃうか、めちゃくちゃ忙しいから披露宴の方にしながら懐石料理料理の奥スペースが失敗したらもう終わり、本当溢れ返り始めた、全部溢れ返って下げてきた下げ物もあっただけども結構それ何回か僕らしましたよ、人力目指してその無茶な設定まあそれもね、あの僕たちの労働力見てもらったら分かりますし、若干しきない危機快快な労働力そういう人本当にいたんだ。もともとあの仕事は大阪の堺が発祥であって、堺市ね、あの人口密集地帯って庭がないでしょ、あんまり運ばなくてよかったんですよ、タンクローリーから灯油入れて、はいいくらですよとか、灯油券の人だったらまあ灯油券最初からつけといてもらって、入れて灯油券回収して、はいだけで済む話だったんです。僕たち山間部は庭とかがあったから、特に階段のある家1階がすでに2階かそれ以上だからそれまあ現場で4巻持ちはしないですよ、現場で右手と左手1巻ずつ、要するに2巻持って、まあ大体36キロぐらい持って階段上がっていって、まあそこからさらに倉庫の中に入れといてねとかはあるんですよね。もうそれ覚悟して僕もチラシビラ、まあどちらでもいいでしょう、もう何時から何時に回ってくるまで30分以内に出しといてください、どこまででも運びますからって書いてあれ運ぶ西与の宮なしよと、あの花の見えとか青笑いとかものすごく勇気いりますが、よその巡回業者回ってきてたからこれで勝ちに行ったるそこ気合いと根性出てきてくれたお客さんだけ、そのちゃんはあのまあまああの白黒のね、あのコピー機 A4 とかでコピーした後それ切ってわかります、効率性の良さ、じゃあ A3 かな、 A3 か A4 かな、そう慣れてきたらこれだったら一気にいけるからみたいな感じ、それ渡していくんです。それ僕ね年末まあ約10キロ、厳密に言うと9870リッターだったんですけども、それ売りながら一人一人これ渡しましたって、でまだお世話にかかりに行ってるかいやその他の回ってきた業者のあの固定客もうこっち側に行きで本当 10キロ近く売りながらも僕チラシ渡していたから、その時間帯書いた、普通のチラシは無理だから、あの時間帯書いたチラシ渡してあげんかった、よその業者で買ってるから、よそ の, あの曜日が頭の中入ってるから曜日僕のその時回ってた 月曜日 の, あの何曜日の何時から何時に来ます、これがなかったらダメだから本当に。でそれでお客さんが、こんなにいろんなとこ回ってたの朝の9時からって、会社何時に来てるのって、8時から出勤してますで、ね、帰ってからタンクローリーに灯油積んで翌日ので、事務仕事して、で入金作業パソコンに打ち込んで帰るの何時か分かるでしょ現場が終わる21時とかね、北神戸店までだいたい、まあまあその時間帯だったら45分ぐらいで帰れるかな、もう車ガラガラだから混まないから、うん、それで灯油、すぐに詰めたとしても空だったら15分確実まああれしたかな、もうこれあんまり言っちゃダメだと思うんだけどな、失敗したら溢れ返るから、うん、積み込みながらその運転席でその事務仕事どういう件数えてどこそこはいくら売れて その数とかチェックしてね、ですぐにパソコンに打ち込める体制作って、すぐに入金作業にそれ事務所でものすごい早歩きでもう事務所がもう地面木の床でドス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 の話の間違い担当直入に申し上げますってどんだけ急げすぎて担当まであんなところに持ち込んで大名とその人仲悪かった誤解されるか担当直入
話もどうせ嘘だから、腹割った話の方、腹割った話の方、反対側の勢力からってあちょっとね、もうまあまあ本当は笑い話いっぱいありますから、一応僕も時間見ながら今14時7分、ある程度時間見てこんな器用なことできる人なかなかない。もうメジャーリーグの試合絶対ほとんど終わってます、あのまず終わってます。14時までには絶対メジャーリーグの試合は全部終わるんですよ本当にある程度エンゼルスの試合の時間帯とか見ながら途中で急に笑い話来たでしょ。さすがにこの時間帯だったらもう大丈夫だろうっていうのを見越して入れてるから、これで今日の試合それ理由で今日笑ったからとかで阪神タイガースに勝とうとする球団いたらまたそれ僕 YouTube にあげて証拠として阪神タイガース通り越して日本一になった訴訟で要求しますよお金地方交付税法とかあるから、もう僕は二十歳ぐらいの頃に天皇家の人たちを話し通しましたもん、いろんな人たちの天皇家の人たちと。で、優勝準優勝組でいいですよねって、もうその辺からもう本当は僕1985年の頃の僕のね弟が生まれる頃のところから阪神タイガースは初めて日本一1回取れて、まだ1回しか取れてなくて最下位史上さもう最多他球団を含めて12球団を含めて阪神タイガースは最下位最多、一番経営状況苦しかったの阪神タイガース、そこを頑張ってね、もうこれぐらいにしましょう、もう時間なくなる、容量もうこれぐらいにしますね。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。とにかくインターネットで僕のホームページからねアクセスできるようによろしくお願いします。まあ確認し始めるのはもっと先になると思います。以上です。